皆さんこんにちは。今回はホテルをお得に予約する方法について解説していきたいと思いますので、ご興味のある方は最後までご覧いただけると嬉しいです。このチャンネルではホテルや旅をお得に楽しむをテーマに発信しております。ご興味のある方はチャンネル登録と応援してあげてもいいよという方はグッドボタンを押していただけると嬉しいです。では本題に参ります。皆さんはホテルを予約する際、どのような方法で予約されているでしょうか。予約の方法としては、ホテルの公式サイトからの予約、じゃらん、楽天トラベル、一休 .com などのホテル予約サイトからの予約、 JTB や HIS などの旅行代理店での予約などがあると思います。それぞれの予約方法でもホテルのポイントや各サイトの独自のポイントがたまりますが、ある方法を行うだけで確実にお得になる方法がありますのでご紹介いたします。それはホテルや旅行予約を行う際にポイントサイトを経由するという方法です。でもポイントサイトは知っているけど、ただでポイントがもらえるなんてなんか怪しいなぁと不安だと思われている方もいらっしゃると思います。正直私も最初はそう思っていましたが、ポイントサイトはポイントサイトを通して企業が商品を宣伝してもらう代わりにユーザーにポイントを還元するという仕組みなので、企業の広告費をポイントサイトを通してユーザーに還元しているということですので、決して怪しいものではありませんので安心して使っていただけると思います。ホテルや旅行予約で使える代表的なポイントサイトだと、モッピーやハピタスというポイントサイトがありますが、例えばモッピーであればじゃらんの場合、モッピーを経由して旅行の申し込みをすることで購入金額の 2% 分のモッピーポイントが獲得できますし、 HIS は 1% のモッピーポイントを獲得することができます。その他にも世界最大のホテルチェーンのマリオットはモッピー経由で公式サイトから予約することで、マリオットポイントの他にモッピーポイントを 4.2% もらえますし、インターコンチネンタルホテルグループの IHG ホテル&リゾートでは 2% のモッピーポイントがもらえます。さらにクレジットカードでホテルの宿泊代金を支払えば、モッピーポイント、ホテルのポイント、クレジットカードのポイントを30で獲得することができます。次にモッピーポイントはどのくらいの価値があるのかを解説いたします。モッピーポイントは現金以外のほとんどの交換手数料が無料となっており、例えばペイペイポイントには1モッピーポイントを1円分のペイペイポイントに交換できますし、楽天ポイントにも手数料無料で1モッピーポイントを楽天の1ポイントとして交換できるので、基本的には1モッピーポイントは1円の価値があるということになります。さらにマリオットポイントと交換する際も手数料は無料で、1000モッピーポイントを1000マリオットポイントに交換できるので、マリオットポイントは世界中のホテルでポイント宿泊が可能となるため、お得な交換レートのホテルでポイント宿泊をすることで、結果的には1モッピーポイントを1円以上の価値に高めることも可能になります。例えばマリオット系列の上級ブランドの W 大阪では、2023年3月11日の土曜日に宿泊すると、通常料金が最安でも 91,933 円しますが、ポイント宿泊の場合は 46,000 ポイントで宿泊できるので、1ポイントの価値はほぼ2円となりますし、ザ・リッツ・カールトン大阪ですと通常料金が 105,975 円からとなっておりますが、ポイント宿泊だと 65,000 ポイントで宿泊できることになるので、こちらも1ポイントの価値が 1.6 円ほどになりますので、このようなお得なレートでポイント宿泊ができればモッピーポイントを倍近い価値にすることも可能になります。
また JAL マイラーにとってもメリットがあり、定期的に行われるキャンペーンによって通常は2モッピーポイントで1 JAL マイルと交換することができますが、このキャンペーン中は実質7500モッピーポイントで6000 JAL マイルに交換できるため、実質 80% の還元率となります。これは12000モッピーポイントを JAL マイルに交換すると6000マイル獲得できますが、その際に4500モッピーポイントをスカイボーナスとしてプレゼントされるため、結果的に7500モッピーポイントで6000マイルを獲得できるという仕組みになっております。ここで注意点があります。7500モッピーポイントがあれば6000マイルと交換できるということではなく、12000モッピーポイントがなければ6000マイルと交換することはできませんので、お気をつけください。通常交換レートで交換を行った後に、翌月末頃にボーナスポイントとして4500モッピーポイントが付与されることにより、実質 80% の交換源になるというキャンペーンとなっております。では12000モッピーポイントはどのように獲得するのか解説いたします。簡単にポイントを獲得する方法としては、モッピー経由で無料のクレジットカードを発行します。例えば楽天カードは入会金、年会費永年無料のクレジットカードですが、モッピー経由でカードを発行するだけで、現在であれば11000モッピーポイントを獲得できますし、エポスカードや三井住友カードナンバーレスも同じく入会金、年会費無料ですが、モッピー経由でカード発行をすることで6000モッピーポイントを獲得できるので、このご紹介した無料のクレジットカード3枚のうち2枚を発行するだけで12000モッピーポイント以上を獲得できるので、この獲得したモッピーポイントを JAL マイルと交換することで6000マイルを獲得することが可能となります。6000マイルあれば東京から大阪、秋田、仙台などの片道運賃が無料になるマイル数なので、この方法を使えば無料で飛行機に乗れることになります。またモッピーはホテルや旅行以外にも、ヤフーショッピングや楽天での買い物でも購入金額の 1% 分のモッピーポイントを獲得できますし、食品関係では人気ラーメンチェーンの一風堂オンラインストアでの購入は 7%、沖縄の人気アイスショップのブルーシールのオンラインショップでは 12%、九州の美味しい食材をお取り寄せできる九州お取り寄せ本舗では17% もの還元率となっているので、定期的に購入するものがある方にとっては継続してモッピーポイントを獲得できるのでおすすめです。食べ物以外にもユニクロオンラインストアをモッピー経由で購入すれば 1% の還元を受けることができますし、おしゃれな雑貨が売りのフランフランは 3%、 吸引力の落ちない掃除機で有名なダイソンは 10% の還元率となっております。さらに iPhone や iPad、MacBook などを購入する際、通常 Apple 公式ではポイントなどはつきませんが、モッピー経由で Apple 公式サイトで購入することで、購入金額の 0.4% のモッピーポイントを獲得することが可能となります。ホテルの予約やオンラインショップでの商品購入時に一手間かかりますが、リスクゼロでお得にポイントを貯められる方法なので、ぜひ皆様もこの方法を使ってお得にホテル宿泊や旅行、お買い物を楽しんでいただきたいと思います。ホテルや旅行以外にも楽天市場、ヤフーショッピング、ユニクロ、アップルなど様々なオンラインショップでモッピーポイントを獲得しつつ、ホテルポイントや楽天ポイント、さらにクレジットカードのポイントを獲得できるモッピーですが、モッピー公式サイトから直接会員登録を行うこともできますが、会員登録時に紹介コードを入力することで2000モッピーポイントをボーナスポイントとしてもらえるキャンペーンを行っておりますので、概要欄の紹介コードをご活用いただければと思います。なお紹介コードを使用しても私には個人情報やモッピーの使用状況などは一切わかりませんので、ご安心ください。モッピーは
入会金も無料、年会費も無料のポイントサイトなので、まずは一度会員登録をしてポイントサイトをお試しでやってみてはいかがでしょうか。またハピタスの入会リンクも概要欄に貼っておりますので、ハピタスの方がいいなという方はそちらから入会していただければと思います。今回はホテルをお得に予約する方法について解説いたしましたが、いかがでしたでしょうか。この動画が少しでも良かったと思われましたら、高評価ボタンを押していただけると今後の動画作成の励みとなりますので、よろしくお願いいたします。今後もホテルや旅行をお得に楽しむ情報をお届けしていきますので、応援してもいいよという方はチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。